峠。でもどっちのルートでもここは通るってことなのかな、朝のさ2つルート、間違えた、お下りなわけじゃないんだ。こっちも俺昨日より今日の方が楽だわ。昨日ずっと平坦に登りでも全然楽、なんか今日めっちゃ楽。俺膝が痛いんだけど、体力は別にそうでもないんだけど、膝の痛みを、うん、もうなんか慣れた。え、痛いけどってこと、うん、左がね、どうしても痛い。あ、俺も左だったな。で、かばっ、この辺じゃない、これじゃない、いや、なんかこの関節踏んだ時にさ、うーってなる。そう、関節がなんか響く感じがする、うん、なんか俺乗り越えたんだよ。なんかネパール歩いた時もね、左が痛かった、ね、なんで左なんだろう、癖があるのかな、歩き方も。みたいです。だから